プチモール東海岸商店会の12店舗を紹介します。まず最初に神原米店さんです。神原米店さんでは5つ星お米マイスターの神原さんが300ものの種類から厳選をした123種類の品種から選び放題です。鮮度を保つためにお米を玄米で仕入れてくれて、店内で精米をしてくれています。いつもより美味しいお米を食べたい人なら一度足を運んでみてもいいかもしれません。喫茶子さんでは他のお店とはまた違う雰囲気を味わうことができます。オーガニック商品の量り売りをしていたり、日ごとにお店の人が変わってメニューも変わっていくので、2回目以降も新鮮さを味わうことができると思います。他にもコミュニティスペースでもあり、週1から週2でワークショップをしているので、地域の人と仲良くなれる温かみのあるお店だと思います。ドッグサロンインディゴさんでは小型犬から中型犬までワンちゃんのトータルケアを提供してくれています。トリミングだけじゃなくて爪のお手入れ、耳掃除、皮膚の状態確認などを行ってくれて、さらには歯磨き方法や健康な餌選びなどもアドバイスしてくれます。1対1でも相談が可能で丁寧なサービスも受けられます。ぜひお越しください。富士屋さんでは窓、カーテン、ブラインドなどの室内装飾を扱っているお店です。インテリア以外にも床や壁、塗装工事、体育館のステージ上についている幕など特殊な装飾も扱っています。このお店は創業1959年からというすごい昔からこの地域を支えてくれている装飾内装工事業者さんです。沢田電機さんでは主に電化製品の修理をしていてリピーターが多いそうです。ここでは東芝製品の販売やエアコンの取り付けなども行っています。最近はエアコンの取り付けが多いようですね。店主さんの優しい人柄にほっこりすることが間違いないです。ぜひ一度伺ってみてください。宮崎クリーニングさんでは手間をかけて汚れ、シミも落としてくれています。リピーターがとても多くてウェットクリーニングだけでも出しに来る方も多いそうです。豆知識としてスーツなどの制服類はワンシーズンに1回より多く出すのが最適だそうなので、あなたもリピーターになってはいかがでしょうか。続いて魚幸さんです。ここでは美味しく食べてほしいと魚を天日干しや塩漬けにして提供しており、保育園への卸しも行っていて、食育で子どもたちへの健康的な食事を支援しています。夏には自家製のアジの酢の物がさっぱりとしておすすめなので、ぜひお買い求めください。サニースポットさんでは麹の健康効果を伝え次世代へつなげたいとの思いで始まったお店です。自家製の麹を活用した料理を提供していて、麹には様々な健康効果があるそうです。その麹の利点を広めるためにワークショップなども開催しています。地域の人同士が学び合える場になっているので、一緒に健康的な食生活を楽しんではいかがでしょうか。ぜひ来てみてください。イナポリトレーディングさんはウェットスーツを作っていて、販売ではなく製造をしています。スタッフさんの多くはサーフィン経験者で手作業のこだわりが強く感じられました。国内のスーツなら修理も可能と言われていますので、ここ辻堂では海がとても近いのでサーフィンをする方は参考にしてはいかがでしょうか。中野養蜂園さんではなんと店舗裏にミツバチの巣箱があり、
季節によって咲いているいろいろな花の蜜をミツバチがブレンドした湘南蜂蜜を販売しています。他にも国内産、海外産の天然蜂蜜を12種類から13種類ご用意しています。容器をご持参していただければ量り売りも可能ですので、普段使いはもちろんギフトやお土産にもいかがでしょうか。最後の2店舗は薬局2つを紹介します。まず原風薬局さんでは広範囲な地域の病院からの処方箋に対応していて、多くの患者さんから信頼されている場所です。処方箋を受け付けるだけでなくて、薬についての相談や健康についての相談も専門的に受け付けているので、地域からは大変高い評価があります。東海岸めぐみ薬局では健康の交差点としても知られています。こちらの薬局でも処方箋だけでなくて、健康相談や訪問医療、介護なども行っていて、こちらも地域からの評価は高いです。薬で地域を支えるめぐみ薬局をぜひ頼ってください。以上で12店舗のお店の紹介を終わります。ご視聴ありがとうございました。